はい、こんにちは。ぬぬぬです。こちらの映像、何だと思います？こちら、タミヤ TT-02B ネオスコーチャーの最高速度の測定結果です。人工衛星からの GPS の電波を利用した、測定です。その画像です。こんな感じです。XB シリーズなのでお店から買ってきて箱から出してバッテリー充電して、別売りの単三乾電池4本プロボに入れるとすぐ走らせれました。何もしてません。それだけです。それで測定しました。その結果最高速度 23.9km、 時速 23.9km も出ました。速いですね。かけっこしたら負けますね。はい、バッテリーは付属のこちらのタミヤ日課度電池もついてきます。こちらは、日課度水素電池です。どちらでも性能は一緒ですね。速度も多分変わらないと思います。今日は以上です。また楽しみにしてください。失礼します。